え僕は麻雀が強いです。順位率2.2台。麻雀で Twitch でゲーム実況するつもりです。ただ麻雀が強いだけで面白くないので VTuber になって英語と日本語で配信しています。これでそこそこ成功できますかねいいえ。またヒルクさんのアイデアがあれば教えてください。そもそもあの、英語圏の人って麻雀知らない人多いので、英語にしても麻雀興味持たないと思いますけどね。なので、その麻雀でユーザーを集めようっていう発想が厳しいんじゃないかなと思いますけど。 あの、麻雀プロの YouTube のチャンネルとかありますけど、別にそんなに面白くないですからね。あの、将棋とかって完全情報ゲームなので、その、もう盤面が全部分かった状態で面白がれるんですけど、その、麻雀って、あの、他の人の手が分からない状態で自分の手だけ映されて、それを解説されても、そこまで面白くないんですよね。 その、相手のこういうのがあるだろうというのを想像していて、で、なので、ここをあえて避けていましたみたいな解説をして、実際そうなのかどうか確認できるみたいなのがあれば、えすごいってなるんですけど、その、完全情報ではなく非完全情報なので、その予想が当たってるかどうかもわかんないっていうのがあるので、なので、なかなか厳しいんじゃないかなと思いますけど。